マリア・キリロブナは、ロシアの皇族。キリル・ウラジー・ミロビチ大公とその妻のイギリス王女、ビクトリア・メリタの間の第一子、長女。幼い頃のマリアと妹・キーラ。1915年マリアは1907年に、ドイツのコーブルクで生まれた。当時、両親は課長である、ロシア皇帝ニコライ2世に、結婚の許可を与えられず、亡命生活を送っていた。マリアは、 家族から名前のフランス語系であるマリー、あるいはロシア語の愛称であるマーシャで呼ばれていた。一家は第一次世界大戦が始まる前に皇帝の許しを得て帰国したが、1917年にはロシア革命に遭遇することになった。マリアは革命の難を逃れて家族と共に亡命し、コーブルクとフランスのサンブリアックシュルメールで育った。マリアは アレクサンドル二世の彦であったため、ロシア皇女の称号で呼ばれていたが、1924年に父キリル大公がロシア皇帝を自称すると、それに伴い、ロシア大皇女の称号を使用するようになった。マリアは母方の祖母、マリア・アレクサンドロブナ大皇女によく似ており、目が大きく丸顔で太っており、十代の頃から人年でよりずっと老けて見えた。 性格も妹のキーラとは対照的に内気でのんびりしていた。マリアは1924年におばのルーマニア王妃マリアを訪ねたとき、ルーマニア宮廷に仕える女官の縁者と関係を持ったが、年の近い10枚のイレアナ王女はマリアの帰国後にその話を広めてしまい、マリアの母、ビクトリア・メリタとマリア王妃の姉妹はこれが原因で不仲になった。 もっとも、この不和は後に解消された。翌1925年、マリアは結婚相手として、やや格下の来人間コ公カールと結婚し、間に7人の子供を設けた。夫は第二次世界大戦後にソ連軍に捕まり、ロシアの強制収容所で死んだ。マリアは手元に残った、わずかな財産をやりくりして、子供を育てたが、1951年に、 心臓発作で急死した。ありがとうございます。